行ってらっしゃい。当然日本に落ちた大変なことになるわけです。日本に落ちたら、まあ、北朝鮮攻めろみたいな話になるわけじゃないですか。報復しろってなるから、実験で日本に落ちた意味ないわけです。北朝鮮の目的っていうのはアメリカにいつでも核ミサイルを撃てるぞっていう状況にして対等に外交を行うこと、そして北朝鮮の独立、そしてキム・ヨンチョンのですね安定っていうのを求めるのが彼だ。それを最大化すべく核ミサイルを開発してるわけですから、日本に落ちてくるわけがないんです。 J アラートとかこういう時に使うものじゃないんですよ。ノドンとかが飛んできた時にやんなきゃいけないものであって、でもいきなりノドン飛ばすような状況じゃないじゃないですか。日本に北朝鮮攻めらんないですよ。核ミサイル何本か落としたとしても、それは被害大きいかもしれないけど、これも世界中から報復されて肝臓なくなるわけじゃないですか。何のためにそんなことやるんですか。北朝鮮日本に攻める力なんかないですよ。ミサイルを何本か落とすぐらいはできるかもしれないけど、でなんかパトリオットとかで撃ち損じたやつとか何発かもしかしたら落ちてくるかもしれないけど、それ以上のことはできないわけじゃない。なのに攻めてくる意味ある？っていう話なんですよ。ないよね。